皆さんこんにちは、王チャンネルです。今日は7月の28日、今夜の8時過ぎなんですけど、今日夕方から雷がすごくて、おお光ってますね。さっきまで雨もすごかったんですけどね、なかなか雷が収まらなくて、いつもこの時間、今8時過ぎですけど、お風呂に入る時間なんですけど、これじゃなかなか入れない。うわすごい、あっちの方すごい光ってるね。でさっき雨雲レーダーとか見たらね、まだね第2波みたいなのが来そうなので、今変な涼しい風も吹いてるしね、困りましたうわすごいな。よく雷が鳴ると昔から言われてたのはね、水を触っちゃいけないとかさ、うわすごっすごいね、水を触っちゃいけないとかね、伝わるから危ないよとかね、よく冷房の電源は切れとかよく言われましたよね。おお、うわすごっ、すごいな。今これ東の空を撮ってるんですけど、結構頻繁に光ってますよね。うわうわうわ、という感じでした早くお風呂入りたい。というわけで皆さんも雷くれぐれも、うわすごっ、くれぐれも気をつけてください。クワバラクワバラ。